久しぶりです。こんにちは。久しぶりです。そういえば長いことグッドデザイン賞の審査委員長されてましたね。ご苦労様でした。 ありがとうございます、日本のデザインどう全体いやもうでも、もう離れているので、うんうん、なんか逆にすごいこうリラックスして見れますけど、うん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 、やってる最中はもう本当に夢中で、秋田さんもやられてましたよね。やりましたね、3、4回、はい、昔。その時にもう審査員だったんですけど、はい、でもなんか年々なんかこうジャンルがすごい広がっちゃって。広がりましたね、確かに。うん、私の時も、うん、副委員長の人が、うん、ライトマの斉藤さんっていう、うんうんうん、こうどっちかっていうと形のないデザインをされる方で、なんかそういう人と2人でやらないともう網羅できないんですよ。はいはいはい、結構なんていう年々広がりましたね。これもどういうタイトルにしたらいいのかなっていう、ありますね、上手にタイトルをつけて入ってきて、はいはい、それなりにやっぱり良かったですね。広がるのはいいですね。あの賞はやっぱり広げていくっていうことが一つの目的だし、そうですね、まあ、それ考えたらデザインってみんな、ね、そういうところに気を取ってるので。でも国挙げてっていうか国中の企業がグッドデザインということを意識しているのはすごいことですよね。そうです ね、 ね、今思うとね、世界でそういうとこないと思いますけどね。そうですね、うん、それと割とこうニュートラルに審査するじゃないですか、うんうんうん、まあ、審査員もプレイヤーだから本当はこういろんなしがらみがあるんだけど、うん、そういうのが本当にないっていうのは結構珍しいと思います。こう時間を追ってあこういう傾向になったのかこういう傾向になったのかっていうのあったでしょ今まで、うん、結構アジアの会社増えてませんでした。増えましたね。アジアの会社も増えたし、ね、企業っていう意味では増えたし、うん、あとすごいちっちゃい会社増えましたね。ちっちゃいメーカーが、うんうんうん、いろんなものづくりのやり方が変わったので、うん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 、作れるようになったってこともあるし、流通も変わったから本当に少人数のメーカーのものも増えましたね。ビルとか住宅とかインテリアも G マークに入ってますよね。すごく前はなかったんですけどね、最近増えましたね。うん、建築の中でも分かれてるんですよ、うん、その公共建築とか住宅とか分けるぐらい増えてます。というと審査員何人ぐらいで全部でだったんですか。私の時はね90人ぐらいだった。90人、うん、僕の時70人ぐらいだったやっぱり増えてるんですよ色があって、いっぱいないと間に合わない。今から何年前かな、10年ちょっと前にね、ミラノでね、はい、トリエナレでグッドデザインの展覧会したで、はい、覚えてらっしゃる。あの時ねものすごい人が来てくれたんですよね。あ、そうですか。で日本はデザインの国ですよねってみんながそう言うの。そういうような時代があったんですよ。あ、そうですか。であれをね、2回ぐらいやったのかな、うん、そこで1回して、あとミラノ市内でもう1回や2回やったのかな。それでね引き上げたんですよ、どういうわけか、うん、なんかもうね、それからね日本がね消えていったんですよ、デザインの国っていうのが。うん、まあ、なんか違 う、 こう家具とかね、今すごい若いフリーランスの人も増えてるし、そういうのはこう出てきてるけど。そうですね、まあ、なんか日本のお家芸的なデザインがなかなか本当はね、なんか日本はデザインの国でピカッと光ってんの続けとかないとちょっとね遠いから大変なんですよ、世界から で、 ね、でも柴田さんのあれ我が家でも使ってますよ、毎日ほぼ体温計ですか、ね、体温計やら、まあ、今体温すごい測ってますからね皆さんよくできてるね、デザイン本当にさっと拭けるしね、ありがとうございます。本当に便利に、あれ結構長いですね。もう一番最初に作ったのが2003年で、うん、で形はほぼ同じ感じで、はいはいはい、少しちっちゃくなったバージョンが2013年できてて、うんうん、細かいテクノロジーがまた進歩しましたよね、はい、だからまあ時間も測る時間も早くなったり、うん、ちょっと大きさもちっちゃくできるようになって、うん、まあ、それでも形を変えずに、うん、やるっていうのは意外と日本の企業で珍しいんですよ。珍しいね。モデルチェンジするっていうことがデザインだと思ってるので、うん、あれだけはずっと一緒ですもんね。そうですね。暗がりでもこうしてね、でピッとつけるとね、青いグリーンの光、はい、でピッピッピッって言ったら電気つけてみて、あ、ないとか言って。いや、やっぱり日常使いの何でもないというのが
ね、柴田さんに何かでも書いてらっしゃったけど、デザインってそんなもんだっていうことを、うん、同感ですよね。形なんか最後に出てくるもんね。そうですね。上手に使えたらいい形になるもんね。確かにそうですね。でもあれはもう本当にすごい、まだ自分もそんなにたくさん仕事をやってない時の仕事だったから、なんか本当に、なんていうの、本当にこうポコッと出来上がったって感じなんですよね。それあのきっとね、的を得たデザインは、ね、スパッとしたから違う、うん、なんか初めて向き合って、うんうん、あ、普通こうだよねって思って作った、うん、何の邪念もなくパッとやって、うん、やっぱりそれが良かったんかな。そうかもしれない、ね、なんか僕もね、いろいろ自分がしたデザインを顧みるとね、そういうのが ね、長く残る。たまにこうそういう瞬間ってありますよね。そこをね、いらないことをいろいろ付け加えるとね、結構それ時間経つとね、うん、だんだんだね、それが邪魔になってきたりするんです。だから作るっていう感じもあるけど、なんかこう見つけるみたいなデザインってありますよね。よくね、デザインという言葉が日本に入ってきた時に、形とか色とかがぐーっとそんな感じで入ってきたようなイメージがあるんですけど、うんうん、なんか違うような気がしますよね、うん、世界でのデザインという言葉と日本でいわゆるもののデザインね、なんかねちょっとずれてるようなところはあったんですけどね。まあグッドデザイン賞とかそういうので結構もうそれが角が取れて、うん、まあ出てきましたよね、本来が。そうですね、なんかまあ本当、うん、まあ、学校で私たちが教わったみたいなデザインの役割みたいな、そういうところを、うん、まあ、体現したデザインも結構出てきていて、まあ、G マークってそういうのを細かくピックアップするじゃないですか、まあ、だからそれもピックアップしてこう伝えるっていうのも仕事だから、うん、そうですよね。もう僕もね、デザインの仕事して結構なるんですけど、50年ぐらいなんですよ、去年で。50年よ。え、何年にデザイナーになられたって変ですけど、何年からなったかな、1966年になってましたね。そっか、私はね、年言うのあれですけど、生まれたぐらいですね。で66年ぐらいで、うん、でその時に、その次の年に初めてソファーをデザインしたんですよ、うん、でそのソファーがね、今ね猿山湯に残ってるんですよ。あれはその時の、ね、アイデアなんですよ。あ、そうなんですか。これぐらいの、ね、モデル作ってね、でそのね、ちょうど、それはきっかけがあって、大分県のね、モンキーランドみたいなのありますよね、はいはい、大きな800頭ぐらい猿がいて、でそこに時間決めて猿にご飯をやると、すると猿が並んで、でグループが入れ替わるんですよ、順番に入れ替わりながらね、でドーンといったらブワーッときて、土ぼこりが収まると、満載のさつまいもが空っぽのリヤカーがポンとあったりしてね、印象的でね。でその猿が、周りどうしてるのかなって次見たらね、ゴロ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 って好きな格好して、それが頭にあったのかね、ふっとそんなソファーしたらどうかなと思って、結局それがね、1990年に、イタリアのある会社がね商品化したいってね、それで猿山ができたんですよ。あ、そうですか。ウィンクチェアって何年ですか。ウィンクチェアはね1980年に製品はね、だけど猿山があってあれができたんですよ。猿山は止まってるけど、ウィンクチェアは動かしたんですよ。あ、でそれからウィンクチェアの20年後にドドっていうね、はいはい、あれもね猿山につながってます。すごい始まりなんですね。だからね、なんかねこう楽しみながらさーってやったっていう感じでね、ただ実用品というか、その時の自分がこんなんがいいかなという、素直にそれをやっただけでね、あとはね企業の中のね、いわゆるモデラーとかね、そういう人たちがね結構協力してくれたんですよ。うん、いやここのところ、いやこの貼り方がいいとかね、だけもうパイプドードっていう小さいコンパクトでしょ、はい、あれにね2センチ以上の太さのねパイプが5メーター入ってるんですよ。あれ5メーター入ってるんですよ。それはもう企業に任してね。だけどその途中でこの動きでいいとか、そういう時はねやっぱりディスカッションするんですよ。私
ウィンクチェアを最初に見たのは、うん、学生の時の多分教科書かなんか、教科書でなんか美術のだいぶ前ですだったと思うんですよね。そうですか。いやなんかね、まあイタリア行って日本人にというのはあんまりなかったんですけどね、うん、どういうわけかね、なんかやるっていうことで、それを聞いてからね、6、7年後にね、ほっと浮かんだのがあるんですよ。でそれはね、そのスーッとサリマ原型にしたね、形いろいろしたらどうだろうと。でそれを自動車の部品だったらできるかなと思ってね、はい、ルノーかどっかのね、こうリクライナーするね、はい、それを使ってもらって試作して、それから製品化するのは3年ぐらいかけて、ぼつぼつね、気が向いた時に試作したんですよ。そんなに割とゆったり、当時はね、当時は。今はね、もう新製品やるとなったら、うん、何月までやるとかそうなってるけど、昔はね、いいのができた時でいいんじゃないみたいなとこあったんですよ。特にイタリアはね。なるほどね。でその企業の中に試作班がいて7人いましたね。7人の侍って僕読んだんですけど、チェントロカシーナってね、チェントロってカシーナの中心という、はいはい、だからデザインがね、企業の中心だったんですよ。へー。イタリアの企業はね、ほとんどデザインはね、企業の中心なんですよ、うんうん、だからそこにね、ひっきり経営者が来るんですよね。経営者としてはね、もうそれで企業は決まるから、うん、デザインというのはね、一番のシークレットでもあるけれど、チェントラ中心なんですよ。日本の企業とも仕事してますけど、まあ、日本はね、縁中心じゃない。なんか縁どう思いました？そうですね、どう思います？まあ、今は今変わりました。経営者の人は言葉とかその気持ちではそうおっしゃるんですけど、うんうん、デザインが中心だって、うん、本当にそうかってすごい難しいとかありますよね。なんかね、経営者の方と合わずじまいの企業もあるんですよ。ありますね、はい、あるでしょ。ありますあります。ところね、イタリアとか、まあ、ドイツもそうで、まずね、商品会議するといったら、まずそこに一番 目立つのは経営者なんですよ。というのは経営者がうんと言われてそれは前行かないからね。なるほどね。で経営者が一番これに投資すべきかそうでないか、で向こうの経営者の人は市場のこと聞いてるのかしてね、もう即断即決してくるんですよ。その代わり面白いでしょ。それもでもやりやすいですよね。やりやすいですね。日本の数分の1の時間できます。だからそうです、ね、うん、私はあんまりその経営者とやる仕事そんなにないんですけど、うん、でも今ね、日本も経営者がもっと商品とかデザインに参加したらという空気になってこうとしてますね、うん、そうですね。なんかデザイン、まあ、デザイン思考でこうデザイン経営とかって最近いろいろ言われてますもんね、うん、でもデザインで主役はやはり主婦の方ですよね。生活者ですよね。なるほど。いや家庭用品は、ああそうですね。柴田さんもそこの丸々そこでがっちりやってらっしゃるから、あんまりそのお料理とかしますけど、すごい上手ってわけじゃないんですが、お料理の道具とかよくやってますね。そう、包丁とかね、はい、炊飯器とかもいろいろやってらっしゃるから、はいね、でもやはり日常の暮らしを反映してっていうか、人のことを考えながらやりますよね。そうですね。自分のことを考えてということはないもんね、デザインはあまり。なんかこうちょっとこう見栄えみたいな、こう誰かに見せるみたいなことはあんま考えてないかも。ないですね。でも他のものってこうその人が買った時に人に見せびらかしたいと思えるかみたいなことが重要なことってあるじゃないですか、うんうん、ああ物によってはね、はい、だけどやっぱり家庭のものってそういうことよりもその人が使うのが楽しいとか、まあ、つい使いたくなるとか、片付けやすいとか、はい、洗いやすいとかね。なんか包丁デザインした時に小出刃を作ったんですよ、うんうんうん、私もともと小出刃って何？出刃包丁。あ、出刃包丁、あ、こんなちっちゃいね。で、うん、私もともと魚自分でさばかなかったんですけど、うんうん、やっぱりああいう道具があるとさばくようになるじゃないですか。あ、道具によってなんかその、そうですね、メニューが変わったり、なるほど、また包丁研ぐようになったりとか、うんうん、なんかそういうのもやっぱりデザインでこうなんか押し広げられることかなと。コーヒーカップのデザインをした時に、ね、もう世界中が世界中の国のすごい人たちがやった後で、今からこれ何どこがいられるかなと思ってね、苦労したことあったけど、でもね、何かやらないとちょっとまずいなと。 それでね、指を引っ掛けるところにね、今までしたらこう
カップがあった指こう人差し入れて、うんうん、時々ここあちちってあるじゃん、はいね、それをならないにどうしたらいいかって言ったらそこに突起をちょっとつけたんですよ。そしたらねまずそれがなくなったんですよ。なるほど。でしばらく気がつかなかったんですけどね、1ヶ月ぐらいなんかまだ途中で置いておいて、あこれでいくかということでそれをねあのだけでやったんですよ。でそれはね未だに続いてはいるんですよ。細々と。なんかああいうシンプルなものって確かに本当にもうやり尽くされてるじゃないですか。そうですね。いや本当、うん、あのイタリアのねマリオ・ベリーニさんっていう人、はい、ねあの、うん、まあいわゆる大御所ですよね。で彼はあの建築家なんですけど B&B の椅子とか、うん、あのカシーノにさいろいろ椅子やってたんですけど、あの来たとにかくね椅子一脚オリジナルであるのはねビル一個やるより難しいよって言って、うん、そんな感じしますよね。あの椅子もやってらっしゃるでしょ。あそうですね。これこれもそうですよ。あはいはいはい、これもね、いやだからねそういうことを言ってましたね。そうですね、うん、なんかこう見たことのないものをデザインすることないじゃないですか、うん、もうだいたいマグカップもあるし、うん、そうそうそう椅子もあるし、うん、そういうのを知った上でもう一回それがこうゼロにしてやるっていうのはなんか本当に難しいですね。難しいね。その時に柴田さんはどうしてんの、その時自分から離れるの、それかもっと、うん、どうするのかな。なんか私もあのコーヒーカップやったことあるんですけど、うんうん、ガラスのコーヒーカップやったことあって、うん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 、それこそもう知ってますよねコーヒーカップでどういうものか。なんだけどできるだけなんかそれをこうもともとはどうするのかってことから考えようかなっていつも思いますけど、だから難しいけどその前提っていうか思ってるこう既成概念をなくすっていう、まあなくならないけどなくす努力をしてみるってこと、ね、その技って大変ですよね。でも、うん、デザインっていうのはそういう技かもしれませんね。そうです ね、デザイナーの人ってそういうの得意なんだと思うんだけど、いやそういうは安しでねなかなか、うん、だけどそれを乗り越えないと仕事にならないとこが面白いね。そうですね。なんかね私はねそのガラスのカップデザインした時には、うん、当時ガラスのカップでコーヒーを飲むっていう文化がそんなになかったんですよ、うん、あまり聞かなかったですね、うん、どっちかというとガラスのカップってハーブティーなんかを飲んで、うんうんうん、ちょっとこう小指が立っちゃうような感じのカップが多くて、うん、それがすごくこう男性とかにもに合わないんじゃないですか。私物ってねやっぱりユニセックスであるべきだと思ってるんですよ、うんうん、女性とか男性とかそういう特に家庭日用品はね、はい、なのでそのガラスのカップもこうがっしりつかめるように4本指でつかめるようにするみたいなことを考えて、だからまあもうすでにあるものなんだけど暮らしとか変わっていくじゃないですか。そう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 、そうするとまた新しいヒントが見つかるので多分無限にあるなと思うんですけど、ね、デザインのそうそうですね、デザインの仕事は無限に状況が変わるとそれに合わせていかないといけないからね、お茶の飲み方も変わってくるし、家族全員が同じの飲まなくなってくるし、そう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 、で自分はこれ、あなたはそれ、はい、あなたはこれみたいになるもんね。あの個性持ってるからね、みんな、ね、なんか同じものを全員でいうのはやっぱりこうね、うん、あの給食の時は分かるけれど家庭でそれるとね、そうですね、まあ、なのでなんか暮らし方も変わるし、まあ、私たちの体とかは変わらないんだけど、まあ、何かしらの変化がこうあるので、いや僕よく言うんですけどね、人間ってほら気持ちの動物だから、気がこっちやったらあっちやったりとか、うん、気に沿って時によってこう気持ちも変わるし、いろいろ男性女性もね違うだろうし、子供と、うんねうんうん、大人も違うだろうし、いうことでなんか無限にありそうですね、そう思ったら、うん、そうですね、まあ、じゃないと仕事やっていけないですね。これからのそのこう世界の今の情勢こんな状況ですから、あのリモートになったりいろいろで、なんかこう歴史的に人類のこう一つのこうテクノロジーと一緒になってね、うん、なんかこう暮らし方とかが随分そこにこう何かこう大きな時代が来たなという気持ちしてるんですけど、どうですか、うん、なんかの、まあ、こうなってみるとそのコロナ前っていろんなことがこう行き過ぎてたような気がしたんですよ。それで、まあ、自分の子供の時あの20代とか過ごしてきてどんどんこう
時代もこう時間も早くなったり移動もすごいするようになったりとか、なんかこのままずっと行くはずないなみたいなことがちょっと漠然と思ってたんですよね。そこにグワッと来たわけね。みんなそれにこうちょっと気が付いたところもあって、そういう面ではこう災い転じているところあるか分かりませんね。確かに、まあ、なかなか言いにくいけど、まあ、せっかくそういうことをポジティブにやるしかないので、そうですね、ちょっとこう寄り戻して、うん、もう少し人間味のある生き方っていうか、で世界がこの地球の温暖、それ以外にも地球の温暖化とか迎えてね、随分とこう我々丸い地球の上にとにかく70億以上が進んで、みんなが素敵に平和にと思いながら暮らそうとしている時に、なんか大きな時代の流れっていうのは結構チャンスといえばチャンスだし、うん、そういう中でいわゆる自然素材をもっと注目しようとかねありますけど、それもこれからですからね、うん、まあいろいろとなんか面白い時代に我々出くわしましたね。なんかそうですね、だからなんかやっぱりこういろんな問題があるんですよ。ものをやっぱ作ることになった時に、そういう意識を持って作れるかってことはすごい重要だから、やっぱりデザインってより期待されると思うんですけど、特にこういう時ですから、いわゆる文法が変わるようなところがありますからね。そういう意味でデザインというのが脚光を浴びてくる可能性ありますね。そうですね、なんか学生たちは今どんなこと思ってるのかなとか思うんですけどまあ私が学生の時と今とデザインがすごい変わったみたいに、彼らが私ぐらいになる時はもうデザインの役割もっとすごい変わると思うんですよ。そうですね、やっぱ変えるように彼らがやっていかなきゃいけないわけで、最近学生の課題のこう処理式プレゼンなんか見てると、うん、とてもねいい意味で現実的になってるんですよね。ああ、わかります。プリミティブなものになってますね。プリミティブに。それはやっぱり感じられる？まあ、特にうちの学科そういう子が多いのか、うん、なんか根源的な綺麗なものとか、うん、なんかそういうものを探すようなことが多いですね。ねえ、いや僕もね今、教えてる学生たちはそうですね。で4年生の卒業制作なんか見たら前とガラッと変わってるんですよ、うん、なんかねこれどこどこの企業に紹介してあげたら喜ぶかなっていう、そんなんまで出てき始めてんですよ。あ、そうですか。とてもね現実的にね、そういう面ではデザインというのがそのいわゆるこうこうなんていうかな、ドリームでいいというのはもう過ぎてしまって、うん、とても現実ということにね、ということで、結構そういう作品が多かったですね最近。そうですか、うん、なんていう学科ですか、教えてらっしゃる。プロダクトデザインなんですよ。それプロダクトデザインですからねそうそうそう、だからね、ですからもうね、自動車は自動車であったり、うんうん、まあ、いろいろやるんですけれど、うんうん、家具とかそういうのもね結構ね気取りの仕方まで ね考えるとかね、それを教えたわけでないんだけどね、彼らの感性なんですね。あ、そうなんですか、うん、なんか徐々にね、もちろんパーフェクトじゃないけれど、うんうんうん、方向としては面白い方向行ってるなと。なるほど、ね、私は出身はプロダクトデザインなんですけど、うん、今教えてるのは基礎デザイン学科っていう学科で、基礎デザイン学科、うん、サイエンスオブデザインって基礎、うんうん、科学みたいに基礎デザインっていう考え方ですね。なので新しいデザインをやっぱ作っていってほしい子たちなんですよ。そういう意味で言うと、あんまりこう今のものをこう何か応用デザインとして提案するというよりは、もうちょっとなんていうのかな、ちょっと飛び上げてね、うん、ものが多いので、うん、今ね大学でね、アートサイエンス、はい、ね、アートサイエンス学会のできたんですよ。それとデザインとどうなのかなと思いながらも、ところがね、アートサイエンスということで、それはそれで学生たちが集まってきてるんですよね。でそれは僕教えてはいないんだけど、うん、でデザイン、我々言ってるプロダクトデザインとか工業デザインとか紙一重なんですけど、うん、どこがどうなのかなと楽しみにしてるんですよ。なるほど、ねまあ、今学校っていろいろこう分かれてるけど、そうね、まあ、本当のこと言うとやっぱデザインって1個だから本当本当ただシステム上分けないと教えにくいとかいろんな問題があるのでね、
まあデザインはまあ最初さっきも出ましたけど、やっぱり使う人のことを僕らどうしても考えるでしょ、うん、まず一番に。それからメーカーも考えるというようなことで結構複合してますからね。でもやっぱり使えて何っていうことだと思いますけどね。あの体温計じゃないけどやっぱり空気のように使えて、うん、ね、それは重要ですよね、うん、なんか、うん、あのまあ、メーカーからお金をもらってデザインするんだけど、あのメーカーの人にも儲かるようにはしたいんだけど、どっちかというとこうユーザー側にで、だからまあいい意味の二枚舌を使ってるんでしょうね企業の人には利益が出ますよって言いながら、うん、でもユーザーのいいと思ってるものを作っていくっていうのがデザインの役目だから、企業としては売れなかったら意味ありないしね。逆にそのどんなそのものでも最終的にこう人気が出て売れれば企業はいいわけですから、であればユーザーに喜ばれるものである必要があるんですね。最近あの100円ショップたまに覗くんですよ。なんか素晴らしいものがあるんですよ、時々思いません？ありますね。ってよくアイデアもいいしね、うん、材料も上手に使って、うんうん、すごいなと、じゃあこれくださいって買って帰ったりして、うん、いやあのね、なんかそういう意味ではあの以前と違ってすごく間口が広がりましたね。そうですね、うん、でもなんか私あのなんつったらいいんだろう、あんまり安いものは、昔安いものっていいことだったじゃないですか。そういう時ありましたね。今安いってね、大丈夫かなと思うことあるんですよ。で僕がね、あの100円ショップでいいなと思うのは、その100円の中で何できるかを追求したやつ以外ないんですよ。なるほどね。それをね、300円の100円で売ってるのはね、うんうんうん、悪いけどどこかで手が抜けてしまってるんですよ。なるほどね。私はね、あの本当は例えばじゃあ3円でできたとしても、やっぱそれ1万円で売れるっていうものにしないといけないと思うんですよ、本来はね、うん、やっぱそれが価値を作るってことだから、うん、それは言えるね。あの儲けるっていうんじゃなくて、そういうことがあるじゃないですか。その企業としてはそれで当たったらすごいもんね。だしユーザーもあのじゃ あ,、まあ100円と1万円だと高いけど、100円とじゃあ、ね、300円はそんなに違わないのに、やっぱり100円が安いと思ってしまうけど、本当にその豊かさはその200円の差があるのかなっていうふうに。でそこにね、そのアイデアとマテリアルで、うん、素材で、素材はもうその費用の場合はもうその素材しか使えませんから、うん、であとは発想とかアイデアですね。それが、うん、さっきおっしゃったように100円が1500円になったりするけれど、うん、それの説得力ですね。そうですね、説得力。私あの年代的にあの、20代ぐらいの時かな、そのビニールのカバンがすごい流行って、うん、今あのビニールのカバンですごい高いものって普通になったじゃないですか、うんうんうん、まあ、プラダとかで、うん、これビニールなのに30万もする、うん、そうそう、あるあるある。最初すごいびっくりしたんですよね、うん、でうちの母親なんかだと革じゃないのになんで高いんだっていう世代の人たちがいてでもそれってやっぱデザインの価値じゃないですか。やっぱり価値を作るということでしょうね、うん、それもありですもんね。なんかそれはすごい結構あの自分の中で、あ、そういうことかって思った瞬間だったですね。特にあのイタリア製品多いですね、そういうの、うん、ブランドだから、ブランドでどこどこのブランドを言うとさすがというのは、うん、なんか簡単なものなのに、ってでも買うかっていうね、うん、そういう世界ですよね。やっぱりそういいものってこう毎日幸せになるじゃないですか。そう思う、そう思う、ね、ということは、うん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 、確かにね、やっぱりどれだけそれで価値っていうか幸せ感やらそういうのを与えられるかいうのは付加価値いうのかな。そうですね、まあ、それがないと、もう何でも安くたくさん作っていっちゃったらあんまりいいことないですよね。特に最近あの長くデフレも続いたからして、日本は安いのがいいというようなテレビ見てるとほとんどこれがこれだけ安くなりました、ね、そればっかりの世界ってすごいもんですね。これってこのままどこ行くんだろうと、うん、なんかそれを昔はなんかそういうことを良しとしてたけど、今はそういうことは良くないんじゃないかって思い出してる人は多いんじゃないですか、うん、いや